したらね、右手を頭のてっぺんに乗せて、でこれもね、頭のてっぺんというのは背骨の上だから少し後ろになる、だいたい自分のつむじがの中心あたりがだいたいてっぺんだから、だからよく勘違い、これを押すしてんだけど、そうじゃなくてそこが中心上ね、そしたらば、その右手を使って頭を右の方にちょっと傾けてみて、で戻して、で繰り返して、はい、 OK。 そしたらちょっと立ち上がって、でね、今度は、はい、袖十分、はい、でそのまま腰を下ろして、そうするとお尻が半分しか乗っかんないから、もうちょっと外して、いやいや、もっと逆逆逆外す、外すの、もっとこれをこっち、こう、そうそう、自分で楽に状態して、なんか落っこちそうな感じする、いいの、ただ気をつけてね、本当に落っこち、落っこちない、で首曲げて、で戻して、今度首曲げるときに右のお尻を、肘に近づけて、ほらまた勘違いしてる、体の中心はここにあるの、ここを肘に近づける、そうってこと、上げるってことだよね、で下ろして、下ろしながら頭をまっすぐにして、本当やの、そう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 、あ、できたできた、いやいや、戻して止まってないで繰り返して、ここは持ち上げない、足は持ち上げない、こういうこと、そっか、不安定だから怖いと思ったけど、でもお尻が出てなきゃできないよね、お尻が出てなきゃできないね、で俺が今触ってるところは座骨なんだけども、ここは背骨の下で、どっち、どっちですか、やめて、休んで、お尻戻して、これはね、難しい、お尻落っこちてるから、半分落っこってるからね、不安定な、人間は不安定なもん、不安定じゃないから歩けるわけ、ずっと安定を求めるんだったらば寝てればいいわけ、でもその人はやがて死ぬでしょ、人間は不安定だから人間は有利、こんなに有利にできたんだ、安定しようと思えばするほど生存の可能性が低くなる、楽ちんで椅子に座ってる人は命が短くなるし、そうよく言うけどね、そんなことはもう100年も昔から分かってる、だから外国はなんかこの頃立って勉強させてる、あれもそのうちやめるけどね、あんな愚かなこと、いつまでもやってて、いつまでも大事なのは動くことなの、ずっと立ってるのもまずいし、ずっと座ってんのもまずいし、ずっと寝てんのもまずいし、でも立たなくちゃいけないし、座らなくちゃいけないし、寝なくちゃいけない、だからね、夜ね、トイレしょっちゅう起きてるとね、足が楽なの、寝っぱなししちゃうとね、そう、朝起きてるとちょっとお尻持ち上げて、え、こっちこう、今度逆ね、寄らないとダメだよね、
で左手乗せて、はい、で同じこと、どうしてもちょっと足がこう上がるような感じになっちゃうけど、いい？どっちも、こっちの足が何なんかちょっと待ってね、足が大体出ちゃってるから、まずいよ、ちょっと待って、お尻持ち上げて、はい、あ、そうでしょう、で、足ちょっと、もうちょっと開いて、うん、うん、そっか、ちょっと待って、逆だ、うん、左に曲げんだよ、こっち、ちょっと左手に乗っけたら左手に曲げる、あ、こうか、うん、あ、こうか、もうこういうのがちょっとね、地方的、まあ、だけどこうなるとこっち上がっちゃうような気がするけど、こうで、ね、こうでこう、うん、よかった、うん、全然分かってないちょっと待って、頭最初の状態はこうね、うん、動かない、え、怒っちゃう、怒っちゃう半分より怒っちゃう、うん、ちょっと待って、落ちる、うん、半分、3分の1くらいだけど、怒っちゃしないけど、え、そのままやりいいのか、うんと、うんと、ここから椅子から落っこちてる方が、足で支えなくちゃいけない、足で支えるから3点で支える、ちょこっち行くわ、ん、こっち、そうそうだっけ、なんだこれ、いいや、やめて、はい、ちょっともう一回歩いていく、少しは背骨が動くかどうか、立ち上がりはだけどうまくできてるね、立ち上がり方は、うん、少しちょっと立ち上がるの楽になった、あの、夜しちゃって捕まらないと立ち上がれなかったの、あ、はいちゃんね、あと足閉じて、うん、うん、それであれという、こういう感じで、そうか、楽ちんだからつい拾えちゃうの、あ、少し良くなったな、あのね、今までこうやって歩いてた、うん、楽だから、そう、あ、こうか、不安定なんで、なんとなくね、こっちの足首が